研修所のあの、こちらと言います。今日ちょっと密着で使わせていただきます。よろしくお願いします。毎回賞レースの時とかにこうやってカメラ向けられたら毎回言うんですけど、はい、やっぱり自分との戦いですからね。うるせえな、どの格好して言ってた。お前がこの格好にさせたんだろ。漫才のイメージが僕は結構あるかなと思うんですけど、もともとコントやってましたんで、コンビ結成して1年ぐらいはほぼほぼコントしかやってないぐらい、結構コントに対して気持ちは結構あるので、ちゃんと漫才だけじゃないよって見せたいですね。緊張しいだね、やっぱり。あ、自分では気づいてない。あれ、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっと、せっかくだから。まさかの赤不連続で本当に申し訳ない。で、順番見たら、ここに本当はもう一組いたんすもんね。あ、そうなんですか。そう。で、キャンセルで連番になるっていう。声高いですよ。そうっすかね。いや、2組で、ね、通って2回戦も連番でやりたいですね。すね僕らがいい振りになって決勝に行くパターンもありますんで。そうだね、新しいユニットじゃないですけど。まず俺たちも純潔頑張っていかないと。純潔頑張っていかないといけない。確かに。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。だからまあ2回戦って、はい、次準々決勝で僕らいつも落ちてるんで、はいはい、だからその次ちょっといけるように、ね、はい、ここからネタ磨いていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。